すまんの大金持ちのお坊ちゃまじゃみんな笑えよ。せやけどあのさっきの漫才、ね、難しいです。鉄郎三匹さん、はい、あの半之助さん、文福ちゃんやっとったけども、はい、あれはね、うん、台本が悪いんよ。真の真が台本かけまっかいな。そういうこと言うたんなよ。足腰弱いねんからそういうこと言うとったらいかん。出てくる思えへんがな。出てきてこけとんねんや。せやけど本当に確かに寝かならいかん。平和な世の中で野先生が新さんが見てるけど、まあ、いろいろ悩みがあるみたいですが、今度の場合はちょっと橋本がみんなに迷惑かけて悪かったの、はい、お坊ちゃま謝るわ。お前関係あるわしがのちゃんとわしの一声でもうちゃんとけじめつけたからの。何をけじめつけたい。いやいやわしはと橋本さん知ってるのかいな。橋本はうちのおじさんじゃ。ほんでわしの言うだったんじゃ、うんうん、橋本、うん、佐藤を呼べと、はい、お前な呼んだ大臣になってそんだけ嬉しいんか佐藤よ。ビビっとるがな。あなるほど。佐藤よ、うん、大臣がそれだけ大事か。笑えよ。佐藤、うん、お前はな、うん、甘すぎるわ。名前が佐藤やからね。お前いいわ。お前が何言うな。おお前な田舎へ帰って、田舎へ帰って高校生、名前が高校よ。言うなずれ。さあわしが言うねよ。相手がおらかったら何でも言えるわな、ね、ということは、うん、みんなやっぱりね、はい、国上に立つ人間が弱いんですよ、まあですね、みんなの幸せ祈る人間が上に立ってないんです。そうか、たまたまノック先生だけですよ。大阪はこの先生を置いて他におらん。ほんまなの、褒めるわけやないけど本当です。まあ私らのおじいちゃん嫌だから、そうそう、ね、何にも要せんけど悪なしや。そういうこと言うたらいかんねや。いや、ぶっちゃけた話、まあ、悪いことも要せん。そういうこと、何にも要せんけども、はい、悪いことも要せん。一番いいんです。それが先生最高ですよ。ね、ノック先生とかけて剣道の達人と説く、その心は面倒見がいいでしょう方なんです。そんなお方ですよ。ほんで政治家になったら政治家になったらしんどいねんて。そうよ、しんどいわ。みんな同じ穴の無地なですよ、ぶっちゃけた話が。まあね、正義が上に立たなあかん。だけど難しいんちゃう。先生に言われた。何を。わしこれが最後の漫才になります。どういうことだそれ。漫才やめて総理大臣になろう。選挙国会へまず行こう思っとる。行っちゃう。紹介してくれ。行ってもな、行ってもな、うん、やっぱりアメリカとかね、なんか偉い人がバーッと来たらやな、うん、もうなんか強い人間しか呼びへんから。みんな、はいはいでしょ。権力ある人にはイエスしか呼びへんから。わしは、はっきりとあかん時にはあかん、ノーと言えるような人間になりたい。ほな、あのその選挙やってた OB が出てきて、はい、なんかパパ言われて、中曽根が言おうとあかん、わしはっきり言う、ノー言うよ。あ、ノー言える。ここで言うたろか。お願い。すまんの。やかましや。あれがスワンドやば、当たれ。ギャグ言うてる場合ちゃうねんよ。ほな選挙出るわけやな。痛いやれね。さあ、この度ホラ吹き党から立候補することになりました。ボンボンです。皆様方ちょっと聞いたってください。よろしくどうぞ。ありがとうございます。皆様方、ご町内の皆様、ご町内の皆様方、古新聞古雑話やって。何の話をしたね。何の話をしたね。お前がご町内。ご町内や。古新聞やれねえやば、当たり。何を言うぞよ。ちゃうがな、お前の夢を喋らんかい。夢や。まずは。夢は寝てみてください。お前な、顔引きつっとんだよ。引きつるな。何がい。その夢違うがな。お前がやりたいことを言わないか。やってみたいことをまずは。そうよ、はい、生まれ故郷とかあるでしょ、はい、あなたのほら生い立ちいうのが、はい、それを知らない人もいてるから。ここであなたの生い立ちからまずは聞いてもらおう、はい、私生い立ちが3人、めい立ちが4人。何の話をしてね。誰がその生い聞くね。おもちゃ誰が聞くね。あんたら悪い。ほんま殺したろか悪い。殺したろか。何を言うの。ちゃんとあるよ、ちゃんと。だから公約や、公約述べよつってねや。ここ公約や。公約は温寒パテックス。何を考えとんねや。何考えとんねん。あれもう国会行くのやめろ。お前総理大臣になりたいんやろ。もうどうでもええわ。もうノック先生でも嫌がっとんのに。わしらいつもとないもならんやろ。まともな喋りをせいちゅうてねや。まともな話だ。キャップが笑わんがな。あのもうなええわ、俺がもう代弁するもん。代わりに代弁、代弁させてください。代弁はすな、ここでは。私が代弁を。せめてしょんべんに。仲間しや。
何言うとんねや、何言うとんねや、誰かここでしょんべんするって。お前ええわやる方やからわしのみんな手に髪はめちゃめちゃ顔はぐちゃぐちゃ幸せやろバカタレ、そんで選挙に出れたら幸せやなあ、皆様方のために幸せを求めて、はい、お前やろうとしてるわけや。はいはい、やれんがな、言わんかいそれ。そうよ、それ言わんかいや。誤解言って、誤解言ってやりたいこと。そうよ、やりたいことやる。皆さん方、私がやりたいことを言うたらええねんや。あんたら笑いながら座っとるけど、やっとるわしゃ偉いで。国会行ってやりたいことは、自分の家を持ちたい。顔つぶすわアホ。どつき漫才か。ちゃうやろ。ちゃんとお前分かってこっち来い、こっち。ちゃんと分かって喋れちゅうてねやん。分かって。そうやないかお前。分かって。無駄無駄やないかお前。おもろいこともなんともないから。皆様方の幸せのためにやな、私はノーと言いますとお前言うとったやん。みんなの幸せで自分が不幸やのに人の幸せ考えられん。若いの横山生きるのが精一杯よ。お前は金持ちのボンやから。金があったらほら吹くかい。そら橋本総理よう知ってるって。わしは知っとるけど向こうが知ってる。誰も知っとるわ。それを言うと笑えんよ。辛いな。小刻みにギャグは挟むな、バカタレ。風邪ひいてな、喉がカラカラやねん。そんでもやらな、しゃあないねん。芸人なら、お前はな、いきな、しゃあない。バトルや、これ。親父が田舎で入院しとん。お金も人ちゃうん。寂しいよ。だけどな、おきゃ、おか。やすしょも死んだ。残ったん先生一人。悪もんよにはばかる。こんなとこ言わな、楽屋で言うたらどっかで言うたら生やから、生のテレビやから切りようがないもんな。ちゃうねんや、はい、でも田舎のお母さんもようできた方でね、はい、この間も全く送ってくれて、はい、ねえ、ありがたいと思えんか。全く送ってくれたもええけど、ね、そんで捕まったんじゃ。なんで捕まったんや。盗んだよ。笑えよ。これ、漫才じゃ本場の話やと思う。わしらの漫才は全部ほんまや。でもまあまあまあ、はい、選挙出たいという夢はどうなる。皆さん方の前で喋ったら下手を打つから手握ってまいります。選挙の時をやってるやん。一人一人私握りますんで、はいはいはい、すんません一票ください、はい、手握った時にすんません何にもいらんから手の中に千円札入って